い、皆さんこんにちは。コミット TV 八木でございます。本日はコミット銀座取扱数ベスト5グランド成功編をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回はグランドセイコーのモデルを対象にコミット銀座で直近1年間に取り扱った上位5本を公開いたします。ぜひとも一緒にランキングを想像しながら楽しんでご覧ください。第5位、エボリューション9白樺リファレンス SLGA009。 第5位にはスプリングドライブモデルが製造される長野県の信州時の匠工房からほど近い広大な白樺林からインスピレーションを受けて2022年に誕生したエボリューション9白樺リファレンス SLGA009 がランクイン。一見すると2021年度のジュネーブ時計グランプリにおいてメンズウォッチ部門賞を受賞した白樺文字盤搭載のリファレンス SLGH005 に思われた方もいらっしゃるかと思います。しかしよく見ると同じ白樺のデザインが施された文字盤となってはいるものの、文字盤の質感や型打ち模様が異なる仕様となっているのです。ちなみにリファレンス SLGH005 は彫りが深いため陰影が強くシルバーカラーの文字盤となっているのに対し、リファレンス SLGA009 は少し彫りが浅く柔らかな印象でややマットなホワイトに近い色合いとなっています。また他にも約120時間のパワーリザーブを誇る新型スプリングドライブムーブメントキャリバー QRA2 を搭載しており、初めて通常生産モデルに搭載されています。白樺文字盤搭載モデルをお探しだった方はまずは一度リファレンス SLGH005 と実際に見比べてみてからご購入されることをお勧めいたします。第4位、ヘリテージコレクションリファレンス SBGP017。 第4位にはヘリテージコレクション 44GS の生誕55周年記念モデルとして2022年に登場したこのモデルがランクイン。こちらは晴れた日の山の頂上から見える美しい水色の雲海を表現した文字盤が最大の特徴で、武骨な印象のケース、ブレスレットと相まってスポーティーさとエレガンスさが融合したデザインとなっています。ワンポイントとして6自治に配されたスターは、ただデザインとして配されているわけではなく5ポインテッドスターと呼ばれ、年差プラスマイナス5秒を実現した特別仕様のムーブメントを搭載した証でもあります。本機に搭載された高精度なクォーツ式のキャリバー QF85 は秒針を止めずに時差修正が可能な時差修正機能も搭載しており、性能に関しても文句なしといったところ。幅広いブレスレットや腕なじみよく設計されたケースによって装着感抜群かつ機能性抜群な使い勝手のいい一本です。第3位、ヘリテージコレクションミナモリファレンス SLGA007。第3位にはセイコー創業140周年記念として2021年に2021本の限定モデルで登場したヘリテージコレクションミナモがランクイン。諏訪湖の穏やかなミナモを表現した美しいミナモブルーの文字盤には18金イエローゴールドのグランドセイコーロゴや秒針が採用されており、朝日の輝きを演出しています。ムーブメントにはパワーリザーブ約120時間を誇る最新のスプリングドライブキャリバー QRA2 を搭載し、同ブランドならではの技術力と美しさが詰まった仕上がりとなっています。2023年新作として夜明け前の水面を表現した濃紺の文字盤が特徴的なリファレンス SLGA021 も販売されておりますので、落ち着いた印象のモデルをお探しであればそちらを、爽やかな印象のモデルをお探しであれば今回ご紹介のリファレンス SLGA007 をお勧めいたします。第2位、エボリューション9白樺リファレンス SLGH005。 第2位には先ほどご紹介のリファレンス SLGA009 と類似した白樺文字盤が特徴的なヘリテージコレクション白樺リファレンス SLGH005 がランクイン。こちらの白樺文字盤はステンレススチールと同系色のシルバーを採用しておりますので、あまり目立ちすぎずオンオフ問わずご使用いただけます。性能に関しても毎時3万6000振動のハイビート仕様ながらも約80時間のパワーリザーブを誇るキャリバー QSA5 を搭載し、日常使いにも最適です。独自の水平輪列構造によって薄型化され、腕なじみもよく、その美しいデザインはさることながら機能性実用性ともに優れた一本です。
第1位メカニカルハイビート 36,000 リファレンス SBGH297。 栄えある第1位は2022年に銀座エリアの5店舗のみで限定260本で販売されたメカニカルハイビート 36,000 リファレンス SBGH297 がランクイン。こちらは昼下がりの銀座を想起させる色鮮やかなスカイブルー文字盤を採用しており、個性的な通りが交差する銀座の街並みを文字盤上のグリッドパターン、銀座グリッドパターンで表現しています。デザインだけにとどまらず、グランドセイコースタジオ雫石にて熟練の匠の技によって組み立てられた毎秒10振動のメカニカルムーブメント、キャリバー QS85 を搭載し、機能性にも優れています。人気の高さと販売数量の少なさが相まって希少性の高い一本となっています。まとめとなります。日本が世界に誇るグランドセイコーといえば、独自のスタンスを貫いた文字盤の美しさ際立つ腕時計が数多く存在しております。今回ランクインしたモデルも他に類を見ないデザインのものばかりで、魅力的ではなかったでしょうか。日本での高い人気もさることながら、世界からも高く注目されていますので、市場ではほぼ見かけなくなったなんて日も近いかもしれません。気になっていた方は早めにお探しになることをお勧めいたします。とにもかくにも、やはり高級腕時計は実物を見ることが一番です。ぜひともお近くにいらした際にはコミット銀座へお立ち寄りください。引き続き皆様に有意義な情報やサービスを提供できるよう、スタッフ一丸となって精進してまいります。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。